挙句の果てに選んだのがあの緑のタヌキですよ。あのタヌキを選んだ結果としてどうなったかということを考えろと。いろんな公約彼女やったんですよ。ゼロ公約って言うんですね。ですからあの東京の交通混雑をゼロにする、そのためには山手線を2階建て車両にする、東京メトロを2階建て車両にする、できるわけないじゃん。で挙句の果てに今度はですね、何ですか、あの東京アニメランドを作る、できるわけないじゃん。結局こうやって彼女が皆さんと約束したこと、皆さんとの約束だから公約なんですね。公の約束事を一つも守っておりません。彼女が公約した内容はどれ一つもですね、どれ一つも叶えることができなかった。あなたたちとの約束を破ったんです。それがイケシャーシャーとですね、あとあの恥ずかしげもなく次の選挙出るんだと。これね、許したらね、東京都民が本当にバカでございますと言ってるに等しいんですよ。もうこれ、こんな人間をですねもう一回選ぶっていうことはどう考えてもですけれどね、約束事なんかどうでもいいってことですよね。東京都民どうでもいいわけですよ。要するに約束なんてのは有名か有名かじゃないだけのその話ですよね。4年前にだから言わんこっちゃないと、散々から人がですね、街宣車の上から約束事はね絶対に叶えなきゃいけないんだと叫んだにもかかわらずですね、あんなアホを選ぶと。で選んだ挙句がこれですからね。そこをねよくよく考えることなんですよ。一人一人がね自分自身の選んだ結果をですねよーく考えて、そして次の選挙こそね、次の選挙こそ自分たちの意思というのをきちんと表してほしいと思います。この選挙において桜井が皆さんにお約束するのは3つだけです。誰でも覚えられるように。一つは都民税減税、都民税を減税します。これは消費税に対する対抗策ですよね。そしてもう一つ、それが今日これからお話しする外国人生活保護即時廃止です。これは前回も訴えました。そして3つ目がパチンコ規制、まあ、本当はパチンコ廃止と言いたいんですけれども、廃止する権限はですね国会にしかないもんですから、しかしながらですね東京都の都知事として都知事選挙に出た場合にはですね規制はできます。ですのでこの3つをですね今回は訴えようと思っております。さあということでですね、この外国人生活保護の問題についてお話をしていこうと思います。